差し入れとかも自由だし、服装も自由だし、でもその代わり拘置所っていうのは刑が確定する前に入ってるところなんですよ。で、刑務所は刑が確定してから入るところなんですね。何が違うかっていうと、刑務所って刑務作業があって、でも拘置所ってもう刑が確定してないから作業はないんですよ。あと差し入れとかも自由だし、服装も自由だし、でもその代わりその作業がないから時間が経つのがやっぱり遅いし、ずっと一人だし、まあ一人じゃない雑居房もあるけど大体一人なんでっていう。で、拘置所に入ってる期間が刑が確定するとするじゃん、懲役2年とかになって拘置所にまあ2年ぐらいいたとしたら、ほとんどもう拘置所って終わるんですよ。ああ、そうそうそう、刑務所ほとんど入んなくてよくなるわけ。1ヶ月とか2ヶ月ぐらいでもう出ちゃうみたいな感じになるから、作業をしたくない人、自由にしたい人は拘置所に一人で、もう一人でいても平気、もうここお二人は一人でいても平気派ですよね。俺は派じゃないんで、だから刑務所派っていう。拘置所派ですね。刑務所でもやっぱり独居でありがたかったなと思ってますもんね。作業終わって部屋戻ってまで雑居で他の連中となんか相手しなきゃいけないのってのはちょっと面倒くさいですね。本読んでたいんで、だからもうずっと控訴したりとかして拘置所に長い間いて、そのもうなんか懲役2年とか来そうだなと思ってる人はそこに長くいると、もう判決自体に実行猶予ついちゃったりもするんですよ。作家の佐藤勝さんだって512日間東京拘置所いたから、鈴木宗男先生が出るまでは自分は出ないんだっつって保釈申請しなかったんだよね、なんで2年執行猶予が多分ついたんだと思う。確か2年か2年半の刑期なんですよね、もう512日もいたからいいだろうっていうことで執行ついた。